スポーツチャンネル日本プロ野球こんにちは史上最高 ERA 日本人投手の前人未到の活躍あんなに投げたら誰が打てるのか打者も敵チャンピオンも驚愕カブスの監修は今永翔太に発狂しそうになったシカゴカブスの今永翔太投手のスターパフォーマンスですね今永投手はピッツバーグパイレーツ戦で見事なピッチングを披露しました今永投手は初回に4球を与えたものの その後は7回までにノーヒットピッチングを続け、4安打7奪三振という素晴らしい成績を残しましたね。特に注目すべきは7回裏です。2アウトから連続ヒットを許し、ついに得点圏にランナーを背負う場面がありましたが、今永投手は3球でテイラーをカーブで見事に三振させ、ピンチを脱しました。残念ながら、今永投手は8回のマウンドには上がらず、今シーズン6勝目はお預けとなりましたが、 防御率は驚異の0.84をキープしています。その安定感、本当にすごいですよね。そして、試合の大詰め、9回裏に見せ場が訪れます。スコアは0、0のままでしたが、4番のクリストファー・モレル選手が劇的なサヨナラ打を放ちました。これでチームは2連敗から脱出しました。リグリーフィールドの観客からは、今永翔太投手が最後のバッターを抑えた瞬間、スタンディングオベーションが巻き起こりましたね。 そしてその感動はアメリカだけでなく日本のファンにも伝わっています SNS では本当に誰か今永翔太を止めて彼は最高だ今永翔太はこの惑星の最高のピッチャーだといったコメントが飛び交っています今永投手はメジャーリーグに移籍して初年度にしてすでにトップクラスの成績を叩き出しています防御率は驚異の0.84これは1913年に防御率が公式記録とされて以来 デビュー後の初めての9試合での最高記録です。MLB の公式アナリスト、サラ・ラングスによると、今永投手のこの成績は史上最も優れたスタートの一つとされています。彼の名前はすでに新人王やサイ・ヤング賞の有力候補として挙げられているんですよ。今夜のピッツバーグパイレーツのスターティングラインナップは、スイッチヒッターのレーノルズを含む9人の右打者でしたが、今永翔太投手の対応は見事でしたね。 今永投手は、ストライクゾーンの四隅に速球と変化球を巧みに投げ分け、試合の重要な場面でギアチェンジをしていました。そのテンポの良さが際立っていました。7回裏の場面ですが、2アウトから連続ヒットを許し、1、2塁のピンチを迎えます。しかし、最終的にはスプリットでテイラーを三振させ、マウンド上でおたけびを上げるシーンがありました。パイレーツのバッター、 テイラー選手が試合後のインタビューで興味深いコメントを残しましたね。テイラー選手は今永投手の圧倒的なピッチングについて、あんなに投げたら誰が打てるのか、と衝撃を受けたと話していました。そして、テイラー選手はさらに詳しく今永投手の特徴を語っています。彼のコントロール、投資、そして特にそのストレートの質は最高だと。テイラー選手はまた、 メジャーリーグでは勝ち星よりも防御率が重要な指標と指摘しています。これは今永投手がカブスのピッチングスタッフの中心として、どれほど大きな役割を果たしているかを示していると思います。対するパイレーツのデレック・シェルトン監督も、今永投手のピッチングについて興味深いコメントをしていましたね。シェルトン監督はこの男は打撃コーチに悪夢を与えるだろうと述べ、彼の投球スキルに敬意を表しています。今永投手の才能に、 相手チームの監督も頭を悩ませているようですね。そして、今の日本人投手の中ではナンバー1じゃないでしょうかという言葉からは、今永投手がいかに特別な存在であるかが伝わってきます。シェルトン監督によれば、今永投手の防御率1点以内という成績は、この時期の先発投手としては非常に稀だそうです。素晴らしい内容ですと監督自身も認めている通り、 今永投手のパフォーマンスはただの一時的なものではなく、持続可能な才能の証ですね。今永翔太投手、彼は本来ならばもう7.8試合は勝っているべき成績を収めているんですね。アメリカの野球界では178センチメートルという身長は小柄ですが、彼のピッチングスタイルが大きな武器となっています。今永投手は、日本のマウンドよりも斜面がきついアメリカのマウンドに適応するため、 体重の移動を水平方向に重視したフォームを取り入れています。これが彼の投球にとても効果的なんです。さらに、彼は肘を下方向に振ることで、低い位置から高い位置へと球が上がるライジングボールを生み出し、打者を翻弄しています。この技術は、打者にとって予測が難しく、非常に魅力的な球種となっています。今夜の試合でも、今永翔太投手は勝利を手にすることはできませんでしたが、 素晴らしいピッチングを見せてくれましたね。実は、今永投手は2023年のワールドベースボールクラシック WBC に出場したピッチャーの中でも特に注目されていたんです。彼のストレートのホップコンポーネント、跳ね返りは52.5センチメートルで行き、回転速度も2564で7位にランクインしていたそうです。その実力からメジャーリーグで活躍できるという声が多く聞かれましたが、 ここまでの成績を収めるとは思いもよりませんでしたね。岡翔太投手は横浜時代から素晴らしいピッチングをしても勝ち星がつかないことに慣れているかもしれませんね。ですが、そのことが彼のモチベーションの低下につながることはありません。今永投手がこの調子をシーズンを通して維持できれば驚異的な偉業を成し遂げるかもしれませんね。そして、その力強いピッチングからサイ・ヤング賞の受賞も夢ではないかもしれません。 本当に、今永翔太投手の最近のピッチングは驚異的ですね。彼が投げるのに、打者がほとんどヒットを打てないような印象を受けます。彼は4回打たれましたが、そのうち2回は内野安打。1回はフライで、まともなヒットはほとんどありませんでした。4球もほとんどなく、投球数も抑えられているのが大きなポイントです。今永投手の調整能力も非常に高いと思われます。過去数試合のパフォーマンスを見ても、 その印象は強くなりますね。次の対戦相手はカージナルスですが、特にヌットバー選手との対決が楽しみですね。その後、打線の苦しいブルワーズとの試合が続くので、良い流れを維持できそうです。今永翔太投手がカブスのファンから信頼と人気を獲得し、心を掴んでいる場面ですね。彼は素晴らしい成績を収めていますが、決して満足せず、常に反省する姿勢を忘れません。 シーズン開幕前、記者たちからは今永翔太投手に対して期待の声が上がっていましたね。彼ならやってくれるかもしれないと。まだシーズン序盤ですが、すでに彼は印象的な成績を積み重ねています。このまま夏まで好調を維持できれば、栄光が彼を待っているかもしれませんね。カブスの今永翔太投手がピッツバーグパイレーツ戦で7回無失点の素晴らしいピッチングを見せ、観客からはスタンディングオベーションが送られましたね。 これは彼の偉大な成就を祝う完璧な瞬間でした。今永投手のピッチングはチームに勝利をもたらすだけでなく、野球の魅力を世界中に伝える力を持っています。彼はメジャーリーグ、世界最高の舞台で最高のパフォーマンスを披露しているという評価を受けています。今永翔太投手がここまで活躍するとは思わなかったという人は多いですが、彼が達成している成績は、この時点で歴史的なものですね。確かに、 各チームが分析し調整を加えることは予想されますし、悲観的な予測も一理あります。でも、個人的には今永投手がどれだけ事故の記録を更新できるか、非常に期待しています。正直なところ、初めは今永翔太投手の活躍がどれほど続くか疑問に思っていましたが、ここまで続いていると、これが現実だと思い始めていますね。彼は失敗から学び、次に生かす力を持っています。彼の成就は、 私たちに勇気を与えてくれます。今永投手がこのまま続けてくれることを願っています。彼の活躍は多くの人々にとって驚きであり、期待以上のものでした。彼のパフォーマンスは圧倒的で、今年のルーキーの中でも、いや、メジャーリーグ全体のピッチャーの中でもナンバーワンと言っても過言ではないでしょう。その成果はトップクラスと言えるでしょう。一言で言うと驚異的ですね。今永翔太投手の防御率は本当に素晴らしい。 彼がここまで活躍するとは想像もしていませんでした今永投手は今後もさらなる研究と努力を重ねると思いますシーズンが進むにつれて疲れも出てくるでしょうから続けるのは簡単ではないかもしれませんが自信を持って進化し続けることでしょう私たちは彼からさらに多くの勝利と素晴らしい防御率を期待できるはずです日本の野球の高いレベルを世界にさらに示してほしいですね